次の者、前へ。他の者たち、先の騒乱において国民にあらずともその功績大なりとして。あのさ、全然読めないんだけど。っていうかお腹空いたんだけど。あー、爆弾リセットしてすぐこっち戻ってきて。黙って聞け。俺がどれだけの名誉か分かって。お食事なら中庭にご用意してありますよ。もちろんアーサーさんの分も。さすがフィア、分かってる。いいって。おい、いただいたものを投げるな。みんなご飯食べに行こう。やった。申し訳ない。いや、苦労するな。ではフィア。ウーコ。いえ、何でも。王国の協力は取り付けました。資源確保のための共闘歩は無事に築けそうです。それで本来のミッションの状況は。継続中です。ですが。なんだ。刀の姿が帝国にありました。どういうことでしょう。何、奴の仕業だろう。まさか。そうだ、奴だ。異世界、マジであんのかよ。ここの資源を手に入れろって。爆発しねえってことは、この世界でやりたい放題ってことかよ。戦争だ、構わねえぞ。ちょうどいい相棒も見つかったことだしな。見たかね、獣人にエルフだ。人ならざる者にどこまで私の研究が通じるかご覧に入れよう。貴様が皇帝だと。いいだろう。今は口車に乗ってやる。貴様と共に来た魔女をもらうぞ。あの魔法の力は有用だからな。だが忘れるな、我が王国はアンネータの死によって満ちる理想郷。邪魔だとすれば真っ先に貴様のムクロがそこに加わることになる。見事な理想だ、骨の女王。死はいい、恐れるべきものでありながら全員に平等なところが特にな。興味はあったんだ、心底な。ただその理想郷が行き着く先は静寂だ。それじゃ派手に生きる奴らの面白さにはかなわない。文字通り骨身に染みて分かっただろう。奴の目的は何なのでしょうか。刀の姿を利用したのはこちらの妨害が目的だろう。刀の姿で、つまりこちらの世界の人間の姿で暗躍し、混乱を引き起こせば異世界の協力を取り付けることが困難になる。資源確保の妨害が奴の目的だと。それだけではないだろうな。あの狂人を理解できる者などこの世にいない。いてはならない。ミッションを続行しろ。奴を追い詰め捕らえろ。殺しても構わん。はっ。お前の姿になっていたそうだが。不愉快です。それも目的だろうな。お前はハーレイを捕らえた。言っただろう、誰も彼もここではない。どこか新しい世界を望んでる。なあ、お前はどうだ、ハーレイ。もうちょっと待っててね、プリンちゃん。私は必ずプリンちゃんのとこに帰るから。退屈せずに住んでいるか、この世界を。